Stop it. Get some help. はい、皆さんこんにちは。声優の前野智明です。今回も原神の祈願の方に挑戦していきたいと思います。よろしければ最後までご視聴の方お願いいたします。さあ今回も気合い入れてやっていきましょう。やっていくぞ。さあ、まあ、祈願なんですが、まあ、前回と前々回、関羽と八重巫女の祈願挑戦させていただいたんですけれど、まあ、生き物だ、気合だなんて散々な結果になりましたね。なので、僕の推奨した案は間違っていたのかもしれない。つうことで、今回はまた別のシチュエーションで祈願の方を挑戦していくんですが、まあ、祈願、見ていきましょうか。今何が来ているのかと言いますと、ライデン将軍と三国宮国民が来ているタイミングで今この動画の方を撮ってます。でライデン将軍は俺貫突してるんで今回はお見送りしますけど、非常に強力なキャラクターなのでぜひ皆さんねお迎えしてみてください。でここみ前回のピックアップの時にちょっとお迎えできなかったんですよね。水元素のヒーラーはバーバラいるから大丈夫かななんていう風な軽い気持ちでお見送りしてしまって、後で非常に後悔したキャラクターですね。いてくれるといろいろバリエーションが広がるなっていうキャラクターですね。可愛いですしね。なので今回の機にぜひここみはお迎えしたい。でね、神中府警の武器でね、草薙の稲光というライデン将軍のモチーフ武器が今来てまして、これがねマジで強いんで、持ってるんですけれども、もう1本2本3本4本とね、あわよくばどんどん引いていきたい。つうことでコンセプトとしてはここみを早い段階でお迎えしつつ武器の方も回せたらっていうコンセプトですね。で三国宮ここみ、まあ水元素のキャラクターなのでお迎えするにあたって何が必要かなと考えました。やはり水元素の気持ちを知るっていうのが一番大事かなっていうところで、水元素のキャラクターの気持ちを知るにはどうしたらいいか。それはズバリ水元素の強力な攻撃を食らいながら祈願を回していけば、ここみは俺のこの気持ちに応えてくれるんじゃないかというところで、今回祈願を回すにあたって強力な助っ人をこの屋敷の中にお招きしております。この屋敷の中にいる助っ人の攻撃を食らいながら、ここみをお迎えできたらなと考えております。で勝利のヒットポイントも5万超えのビルドにしてるんで、そうそうやられることはないかなと。なんでね、なので水元素を食らいながら祈願の方を回していきたいと思います。さあじゃあ入っていきましょうか。まあ報酬もらってるけど水元素を浴びるために入りましょう。はい、今回ご協力いただくのはタルタリア先生です。先生お願いします。さあ俺に水元素をくれ。さあいいぞいいぞ、もっともっとだ。俺に水元素をくれ、付着させてくれ。そう、削れてしまってもシールドで回復するんだ、大丈夫。さあ、いやこっちこそ隙あり、この裏に隠れていいぞ、引こう。さあ今回ね結構石も貯めてたんで、ここ見10連一発目いきますよ。来い、ここ見ここ見、さすがに一発じゃダメか。まだ水元素の気持ちがわからないというのか。深淵、さあタルタリア、もっと撃ってこい。そうだ、もっと撃ってくれ、遠慮なく俺に撃ってくれ、早い。さあ来い、後ろか。お、いいの来た。さあこれを浴びるぞ、耐え切る。これを試してよし、いいぞ、ありがとう。あ、間違えたよし、10連2発目、ここみー、ここみー、ここみー。くそー、俺がここみーって叫ぶとなんか大丈夫かさあもうちょっとタルタリアにも本気になってもらおう。申し訳ねえ、少し削らせてもらうか。岩山八九、行くぞ。実に、おガード固いぞ。さあ水をくれ。そう、ありがとう。よし、これでいける。30連、ここみー、ここみー、ここみー、ここここここきゃ。マジかよ。いやいや、わかる、すり抜け王子とかすり抜け神君とかなんか好きかって言ってっけどよ、俺にはわかるぞ、この気配、この気配。あなたは、あなたは、あなたはベネット、あなたはココミーやった30連でお迎えできた、すげえ。いやこの説あるぜ、やっぱ
合ってた、この説間違いなく合ってた。いやこれでもね、タルタリアのおかげだ。タルありがとう。で、まあココミはね、突しなくても十分強い性能なんで、ちょっとね早めにお迎えできた分、真鍮不敬回すか。でもこの激戦の中にココミが加わったんでしょ、ほらデビュー戦だココミ。タルタリアにクラゲを投げてきなさい。さあ、ってことって申し訳ないけど、タルタリアには第二形態のジャガン解放になってもらおう。ちょっとねヒットポイントガン済みのビルドにしてて攻撃全然強くないんだけど、まあちまちま削ってやれないことはないだろう。早い。このねヒットポイント5万オーバーの勝利のシールドは本当に硬いんで、結構おすすめですね。さあタル、おお全部ガードしやがった。さあそろそろかな。よし、オッケー。第2形態のジャガン解放になってもらうと雷属性に攻撃が変化するんで、今度はこの雷属性を浴びながらライデン将軍のモチーフ武器の草薙の稲光引いていきたい。さあくれ俺に雷を、雷を達人同士の読み合いみたいになってる。よしオッケー、真鍮不敬10連一発目、草薙の稲光来るか。稲光、おお稲光った、おマジか、おマジでこれやばくね、この説、この説流行るよ多分。みんな祈願回すとき黄金矢来る。お、あ不滅の月下の方か。まあでも全然これはこれでありがて、まあココミはね竜殺しとか持たせても全然使えそうだなってイメージしてたから、まあでもありがたいですね。まあでも全然結果としては、祈願の結果としてはすげえいい方ですよね。やべえこれでもっともっともらおう雷の力を。さあくれタルタリア、俺に雷をくれ、お前のイカズチを俺に浴びせてくれ。いいぞどうだ、しかしタルにも少し本気になってもらおう全部ガードするんだけどすげえな。よし、おいいぞ、強力な雷攻撃が来る。耐え切る、耐え切ってキガを回す。武器20連目来るか、稲にかれ、おいしい。もうこのまま引くか、30連激しく稲光れ、稲光れ、稲光らない、いや、わかる、俺にはわかる、もう雷の力は十分だ。40連稲光れ、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 稲光らん、今度こそ50連稲光れ、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 60連激しく稲光れ、ぐー稲光らん、やべえな、雷が足らんのかもしれんな、もっと雷食らうか。よしタルタリア、もっと俺にイカズチを浴びせてくれ。さあ間合いを取って、おいいね、一気に詰めてくるね。ちょっとタルも減らして本気になってもらうか。あ間違えた、おおおい登らせてくれよよしさあタルタリア、もっと本気になってくれ、もっと強力な雷を俺にくれ。いいねいいね、これはあ強攻撃来るな。さあこの攻撃を耐え切って俺は草薙の稲光を呼び込む。今だ、足りない、もういい、交換する。70連目来い、激しく稲光れ、稲光らない、いや分かるぞこの痺れるような感覚。80連さあ稲光れ、稲光れ、激しく稲光れ、激しく、おお来た、おおおお来た来た、やばくね、やばくない、やばくない、おお、しかも一発できた、やべえ、うお来た、これうわやばやば、80連で星5が2つ来て、30連でココミがお迎えできた。いやこれ今回かなり結果だけ見るといい結果だったんちゃう、これあるな、この説、同じ元素の気持ちを知る的なやつ、これ今後ちょっと検証していこう。てこってかなりいい結果になりました。タルありがとう。
なんかこれまで散々だったけど、タルタリアのおかげでなんかすごい今後に希望を見出せた祈願でした。でもタルタリアはね、戦闘が好きなキャラクターでもあるから、第二形態まではちゃんと着付けよう。天道ここにある。よし、第三形態になっていくんですが、まあ、第三形態だとね、余計に消耗させてしまう気がするんでね、申し訳ございません。素直にここは降伏しよう。すまんな。ちょっとね、本来のやり方とはまた違う感じだったかもしれませんけども、まあこういうね、楽しみ方もあるっちゅうごって、まあいろんなやり方で祈願の方挑戦してきたんですけれども、まあ、今回はでもそれが功を奏して、かなり早めにここにも迎えできました。あ、ここみのモーションいいね。動きが人魚のようだね。美しい。ここみ、なんだろうこのここみって言い慣れてる感。さあ、そんなこんなで、皆さんもね、無理のない範囲で祈願の方挑戦してみてください。また次の動画もしくは生配信でお会いいたしましょう。ありがとうございました。前野智明でした。